ハーモニカ奏者の倉井夏樹です。今回は森平楽器さんから新しく出るハーモニカブルーミッドナイトが届きましたので、一足先に浮かせていただいてます。まず第一印象はこのスケルトンボディがとても斬新でかっこいいなと思いました。あと持った感じとても軽いんですが、出てくる音がとても太くていい音が鳴ります。あとこの3番目のがとても吹きやすいです。これが出しやすいのでいろんなスタイルに対応できると思いますし、初めてハーモニカを始める方にもおすすめだと思います。高音ベンドもめちゃめちゃ吹きやすいです。なんかこう少ない息でこう自分のやりたい表現ができる印象なので、例えば速いパステージのみたいな曲も吹きやすいですし、例えばこう強く出したいこういうのもとても出しやすいですし、優しく吹きたい、ね、とても吹きやすいです。なんかこう少ない息で表現できるってとてもハーモニカにはいいんじゃないかなと思ってます。そしてこう3オクターブがね、こう綺麗に出せるので一番最初にやってましたけど、そのハーモニカの特性がとても活かされていて、とても吹きやすくいい音、このブルーミッドナイト、今はねこの C のハーモニカのキーですけど、全キー吹いてみたいなと思います。